報酬にげるバカリダー供給人間バカリダー川端敦は秘密組織デフロスターから交通の安全と秩序を守るため、そして事故ゼロ社会を生み出すべく完全と立ち上がった。最高速度が100キロとはハイウェイ走行。背景ラゲッジちゃん、僕は今日高速道路を使ってデフロスターのアジトを探します。高速道路はとても便利です。遠くの目的地まですぐに行くことができます。大きな森や山を抜けていくことができます。山の木を伐採してその上に道路を作ったり、山にトンネルを掘ることで都市と都市を結ぶ道路ができるわけで、何でも便利にして次々に道路を作る贅沢な交通社会。でも僕がこの約1年間でやった交通安全活動は、その車社会を増長させる活動なわけで、この思いと活動が矛盾しているのが僕なわけで、例えば道路がなくても何とか工夫して暮らすんだということを考えることができるのかと考えていたら、高速道路の一旦入り口に着きました。望むところです。やってみるわけで、スピードは視野の心も狭す。俺は正義の指導員教習人間バカイダー。説明しよう。バカイダーは運転へのワクワクゲージ画頂点に達するとこのポーズを取りたくなるのである。はい、では今からですね、高速道路を走行していこうと思います。まず入り口ですね、行き先、しっかり、方面確認してから入るようにしてください。こちらの入り口はですね、ゲートをくぐってから行き先方面が分かれるのではなくて、ゲートを入るところからですね、東京方面に向かうのか、大阪方面に向かうのかというふうになっています。で、今回は ETC ゲートをくぐっていきます。上のゲートですね、 ETC って書いてあるところを選びまして、推奨20キロ以下推奨しております。しっかりゲートが開いたのを確認してからですね、右足アクセルの方に持って行っていただいて、ゲートが開くまではですね、アクセル踏まないようにブレーキ構えておいてください。早速合流ですね。後方からの車確認して流れを合わせて、ハンドルは微量のハンドルで合流していきます。こちらはまだランプウェイになっておりますので、高速道路ではございません。速度標識が40とありましたので、しっかり速度を守っていきましょう。何気にですね、こちらのランプウェイを走行するときのカーブ R が結構きついですね。速度感覚をしっかりつかませるためにですね、ランプウェイはわざとこうぐにゃぐにゃした道になっております。さあ、ぐるーっと大きく R を描いていただいて、描いた後はですね、本線車道への合流という風な形になります。で、どうしてもですね、高速道路という風な形になりますので、ちょっとスピード出すという風なことが臆病になってしまいますとですね、本線車道もともと走っている車両に追突されてしまうという風な形になりますので、合流するときは加速レーンでですね、確実にスピードメーターチェックしながら加速するようにしてください。はい、こちらの高速道路はですね、そのまま合流というような形ではなくてですね、本線に合流という形になります。で、一番左側のレーンがですね、草津パーキングエリアの入り口になっておりますので、1個右の車線に移動したいと思います。で、ミラーで後方車両の確認して、指示器ですね、で直接目視確認した後、ハンドル操作ですね、もう指1本分ぐらいですね。車線変更するからといって、勢いよくグイッとハンドルを使うことがないように、気をつけましょう。
でしっかり合流できましたら、スピードメーターチェックとスピード標識のチェック、怠らないようにしてください。本線へ合流できたら必ずスピード標識がすぐあります。標識があって数字が書いてあれば、その規制速度を守るようにしましょう、守るようにしましょう。標識がありますけども、最近はですね、電光掲示の標識が結構多いです。今左前方見えますでしょうか。速度のですね、規制標識があるんですけども、電光掲示が光ってないんですね。はい、こちらです。光ってないというふうなことは、規制はありませんよというふうな形になりますので、普通乗用自動車の最高法定速度が高速道路の場合100キロ、最低速度は50キロ以上となっておりますので、その速度を守るようにしていきたいと思います。そして私今ですね、本線車道が全部で3レーンですね、車線数3つある高速道路走行中です。基本左側2つですねが走行レーンというふうな形になっております。で、一番右がですね、追い越しレーンというふうな形になっているんですね。で、今ですね、私、法定速度内で走っているのですが、今右の1個右に走っている車両をですね、左側から追い越ししそうになりました。ちょっと避けます。それはしません。私1個右のレーン走っている車両がですね、自分が走っている車両よりもスピードがちょっとゆっくりだなと思って、左側のレーンに道が空いててもですね、左側から追い越しをするというふうなことはしないように、していただいた方がいいです。ですので今速度だいぶ余裕があるんですね。ですので、右側からの追い越しをですね、ちょっと体験しようかなと思います。はい、一つ右の車線入ろうと思いますね。右の車線の様子をちょっと今チェックしているのですが、後方から車両が接近してきているというような状況ですので、ちょっと状況があくまで待ちます。はい、今右のミラー見てますとですね、緑色のトラックが走ってきているのですが、みるみる接近してくる形になってますね。進路変更、車線変更、進路変更になりますので、合図を出した後ですね、3秒間の猶予が必要というふうな形になります。一番左側のレーンがぐちゃぐちゃ空いてますね。真ん中の車線にすごく車両がずっと走っておりますね。できればですね、この状況ちょっと一般ドライバーの方できれば避けてですね、左側のレーンが空いてるんであれば、真ん中の走行されている方もですね、一旦一番左側に戻っていただく方が、マナーとしていいと思っておいてください。先ほどのようにですね、真ん中のレーンに集まってしまいますと、速度に差を感じた場合ですね、左側から行ってしまうんですよね。行ってしまって1個右のレーンに行こうとすると、一番右のレーンから走って追い越し完了した車両が一旦走行レーンに戻ろうかなと思った時に鉢合わせになってしまうんですね、真ん中でね。挟み撃ちみたいな形になってしまいますので、できればですね、これ真ん中の車線たっぷり走ってらっしゃいますけども、一旦左側に戻られた方が嬉しいなと思います。そして私今後ろの車両にだいぶ車間距離詰められてしまいましたので、一旦右のレーン行ってですね、一番右の車線を使って、追い越し、していこうと思います。左側から抜かされてしまいましたね。はい、はい、前走っている車両をちょっと追い越し体験というふうな形で行きたいと思いますので、右の車線走っている車両が追い越してこないというふうなことが確認できましたので、一つ右の車線に入ろうと思います。はい、後ろの車がぐっとですね、一旦接近してきたんですけども、私の方向指示に気づいていただいてですね、加速をやめてくれましたね。はい、で、一番右の車線入りました。こちらは追い越し車線というふうになっておりますので、追い越す行動が終わったらですね、走行レーンの方に戻るというふうなことが基本走行マナーというふうな形になりますね。で、一応追い越しレーン走行中もですね、スピードは確実に守るようにしておいてください。今私前の車両とですね、車間距離が 60m ほどでしたね。もう少し空けるというふうな形になります。速度は100キロ以内で走るというふうな形です。
走行中ですね、時々ルームミラーサイドミラー見ていただいてですね、後方からの車両も大丈夫かなというふうなこともしっかり確認しておきましょう。今左前方に見えるですね、緑色のトレーラー車両ですね、そちらの車両の前へ出ようと思います。追い越しが完了して、走行レーンに戻るタイミングなのですが、確実にですね、自分が追い越しした車両が左のサイドミラーないしはルームミラーにですね、はっきり映るまでは戻らないようにした方がいいですね。自分の目線の視界から外れて、追い越しが完了したと思ってもですね、抜かした車両が確実にミラーに映ってから左のレーンに戻るというような形になります。抜かした車両との車間距離をしっかり取っていただきたいというふうな形になりますね。左前方合流注意の警戒標識になります。今からですね、本線車道に入ってくる車両がいるかもしれません。同じタイミングで並んだ場合は速度に変化を与えるか、ないしは一つ右のレーンに移動してあげるというふうな気配りもしておいてください。ですので左側の合流の警戒標識ですね、見かけたときはいつでも、右の車線に移動できるように、右車線の様子もですね、走行中確認しておいた方がいいです。高速道路今カーブ曲がっておりますが、カーブもですね、ハンドルはもう指1本分2本分ぐらいしか使う必要がないと思っていてください。カーブになってますと微妙にですね、バンクですね、カントと呼ばれるバンクがついておりますので、ほぼハンドル使わなくてもカーブ走行できると思ってください。はい、左前方スピードの標識ですね、ここから80キロですよとなりました。ですので私今アクセルオフにしてですね、80キロまで減速しようと思います。ここで皆さんにちょっと気をつけておいてほしいのが、100キロ走行中から80キロに速度が変わったとしてもアクセルオフの減速で結構です。フットブレーキを使ってですね、急激に減速してしまいますと、自分の走行している車両の後ろ走っている車がですね、ちょっとびっくりしてしまうんですね。ガクンとスピードを落としてしまいますよ。そうなりますと後ろの車両は80キロ以下に減速します。その後ろの車両はさらにもっと減速します。さらにその後ろの車両はもっと減速します。でこれが連鎖反応のように続いてしまいまして、自然渋滞ですね、引き起こすというふうな形になります。ですので高速道路を走行中の一つのですね、渋滞防止のためにしていただきたいことは、速度をほぼ一定に保ち、速度変化があまりない走行ですね、前の車との車間距離を保ちながら速度変化をあまり与えない、そのような走行をされるとですね、自然な渋滞引き起こすことがないと思っておいてください。どうしても人間ですね、カーブの手前だとか気づかなくてちょっとした上り坂、そのような時にはですね、自然と速度低下してしまいます。で高速道路はそのような場所のことをサグ区間というふうに設けて言われておりまして、渋滞の先頭ですねになりがちな場所というふうになります。ボトルネックだとかですね言われます。これは交通工学の話になるんですけどもね。ですので渋滞情報とか聞いてますよね。大体渋滞の先頭区間っていうのはどこどこトンネルを先頭にとか、阪神高速で有名なのがですね、あわざカーブっていうのがあるんですね。あわざカーブを先頭に5キロ渋滞だとか、そのような交通情報をよく耳にしますね。はい、阪神高速走行されてる方はあわざカーブあれねみたいな、阪神高速90度ぐらい曲がってる、あのカーブねみたいなね、対応してらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。また興味がありましたらね、調べてみてください。はい、今微妙に上りなんですけども、やはりですね、速度キープして走ってるんですが、前の車両にスーッとこう追いつく形になるんですね。はい、で後方車両もやっぱり近づいてくるという形になります。でこのような感じで速度に明らかになんか走ってる車両と違うなと思った場合はですね、躊躇なくですね一個右の車線使っていただいて追い越しかけていっていただいてもいいと思います。で今ですね1620Hz のですね、ハイウェイラジオの案内標識がありました。その標識を通過するときはですね、ぜひカーラジオを使っていただいて、渋滞情報ですね、把握されたらいいと思います。自分が走行している区間のですね、ピンポイントの渋滞情報、落下物があるだとか、
何か規制があるだとか、だからそのようなですね、リアルタイムの情報を教えてくれます。さあ今前方左側にですね、途半車線っていう風なですね、標識が出てきました。高速道路ですね、どうしても上り坂、荷物をたくさん積んでるトラックとかですね、一生懸命アクセル踏んでもですね、スピードが出せない場合っていうのがあります。でそのような場合に左側はこの途半車線っていうふうなことが設けられておりまして、最低速度の50キロ下回ってしまいそうな場合ですね、そのような場合は積極的に左側選んで走るというふうな形になります。まあ、普通車の場合ですとしっかりアクセル踏みますと、まあ、とんでもなく荷物を乗せたくさん乗せていない限りはですね、しっかりアクセル踏み込めば、今キックダウン聞きましたね、80キロで走ることができると思います。気をつけておいてほしいのが渋滞してる時ですね、この途半車線を利用して、追い越しされる方かとか、まあ、時々いらっしゃいますが、それはマナー的に違反、ルール的にも違反となりますので、やらない方がいいですね。はい。そして左前方も途半車線なくなりますよという、標識になりますので、万が一走っている車両がいた場合は、合流してくる、目の前に合流してくる可能性がありますので、車間距離をしっかり取る、それか前に出てしまうんですね。気をつけましょう。上り坂の後は下り坂があるというのが、まあ、世の常ですね。左警戒標識見てもらいますと、下り坂ですよ、スピード注意ですよとなってます。私も上り坂と同じようにアクセル踏んでますと、今ちょっとスピードメーター見ますとですね、ちょっと80キロ出てしまいましたね。ですのですぐアクセル緩めて、エンジンブレーキを効かせて減速していきたいと思います。速度はですね、1キロたりとも、まあ、超えない方がいいですね。速度を超えてしまいますと、それはスピード違反なんだと、危険と隣り合わせなんだというふうなことを考えて、流れよく、走っていけば安全だと思います。皆さんがしっかり速度を守って車間距離を取って、走っていけば、渋滞なんか起きないんですね。ドイツの高速道路アウトバーンでもですね、みんなが同じスピードで走ってるから危なくないんですね。誰か一人でも速い車両がいたりすると、危険を引き起こしてしまう形になります。竜王インターですね、出口です。出ていこうと思います。同じように左側確認されて指示器ですね、ハンドルはほんの少しだけ使って、出るまでは速度キープ、出てからしっかりブレーキを使って、スピードメーターもチェックしてですね、速度を合わせて降りていこうと思います。はい。でこの後ゲートをくぐるという形になります。入り口入るときに ETC ですね、活用しましたので、出口も ETC を活用します。万が一 ETC ゲートがエラーになっている場合はですね、一般ゲート入られて、使用した ETC カードをですね、係員に渡せば大丈夫です。メーター見て20キロ以下を使ってしっかりゲートが開くまではブレーキを構えておきます。はい。ゲートが開いたので、アクセルを使って出ていくという形です。なんとか安全に高速道路を走行して目的地に着くことができたぜ。高速道路を走行するポイント、みんなもぜひ覚えておいてくれよな。あれか、あれがラゲッジちゃんが言っていたデフロスターのアジトだな。よし。同社教習所の公式チャンネルを登録して、バカイダーの活躍を応援しよう。